まあでも、勝利選手もやっぱね、すごいよね。男気あるファイトスタイルだよね。なんか気持ちよかったやってて。そのね、目から伝わってくるさ、なんかもう打撃で打ち合おうよみたいな、なんかあれが伝わってきて、ね、すごいなんか、試合してて楽しかったし、まあ何よりもさ、まあ、今回、俺が急遽のオファーで出って、すごい言ってるけど、実際、勝利選手の方が最近試合してるんだよね、俺より。俺より直前、直近で試合してるし、まあ、その中で、名乗り上げてくれて、まあ、対戦受けてくれて、まあね、その男気にもね、本当に感謝しないといけないなって思ってるんで、本当に、ありがとうございました、勝利選手。なんか、俺、勝利選手の入場めっちゃ好きだったよ。かっこよかったよ、ね。かっこよかったよ、ね。俺もさ、あのね、舞台裏で見てたわけさ、入場を。ね、入場めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこよかったよね。あれずるいよね。ねえ、うん、あれめっちゃよかったな。なんか多分あれでさ、好きになった人多いよね。ねえ、俺それで結構、なんかかっこよくねっつって結構言ってたもんね、上でね。めっちゃかっこいいやん。日本男児って感じだよね。ねえ、僕もあのこの曲懐かしいなと思いながら。しかも試合終わって、控室まで挨拶に来てくれてね、その勝利選手が。で、なんかもう本当に強かったみたいなこと言ってくれて、で、なんかもう本当に戦えたことが光栄ですみたいなことをね、言ってくれたし、一緒に、日本の格闘技を盛り上げたいからみたいなことすごい言ってて、本当に格闘技が好きで、一緒にそういう盛り上げたいという気持ちが大きいなっていう感じたんで、そこはね、一緒なんでね、僕も。まあ、これからね。まあ、もう戦うことはないかもしれないですけどね、うん、一緒にね、盛り上げたいなって思いましたね。 YouTube やってないのかな、勝利選手は。やってないか。やってないかな。やってないんじゃないかな。まあ、またね、練習とかできたらいいですよね。うん。